皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は以前配信した永田町事件についていろいろたくさんコメントをいただいて、そのことで私が感じたことを改めてお話ししていこうかなというふうに思います。すぐに動画を配信しなかった理由として、やはり伝え方というのがとても難しいなというふうに思ったので、どういうふうに配信することがより私が思う本当の気持ちというか考え方を伝えられるのかなというふうにいろいろ模索していた結果、今の時期となりました。今回は私一人でお話しするのではなく、私にあまり近くないというか、私とまだまだ出会って間もなく、私よりじゃない方ですね。普段電車を使って過ごしている大阪の方なんですが、その方とちょっとテレビ電話、ズームを使ってやり取りしながら、このことについて再度お話しできたらなというふうに思います。まだ永田町事件をご覧になってない方は、先にその動画を見ていただいて、純粋にその動画を見た中で思った気持ちというか捉え方を持ったまま、この動画を再度見ていただけたらと思います。思いを伝えるにあたって、正直短い時間でお話しすることが難しかったので、いつもより長くはなっているんですが、皆さんに知ってもらいたい、また考えていただきたいと思う内容ですので、ぜひお時間ある時にで構いません。そして、映像は変わることがないものなので、ラジオのように聞き流しながらでもいいので、ぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。どうも。会って1回くらいだよね。会ってってか、会うのは1回しか会ったことなくて。1回しか会ったことない。ほんと、4時間とかかな。4時間とかくらいしか一緒にいてないんじゃないかな。ちゃんと話した時間としてすれば。本当にそれぐらいです。だね。はい、じゃあ、まだまだ、まだまだきっとおよ知らない、その人から見て、素直に、永田町事件の動画を見たときの感想とか、思ったこととかをちょっと聞きたいです。感想としてはやっぱりね、見てて、辛い気持ちに、やっぱり正直、なりました。実際ね、昇降機使っていただいて、移動っていうのをさせてもらったけども、やっぱりうまくね作動しなかったところがあったりとか、なんかやっぱりまこちゃん自身も駅員さんに対しても申し訳なさもあったんやろな、プラス、後ろって一列の階段やったから、結構な人後ろで待ってたんちゃうっていう、そのなんかどっちにもなんかしんどかったんちゃうかなみたいな、プラス、ほんまに晩ご飯食べに行くっていうところで、ああいう気持ちにならないといけないのはちょっとしんどいなと思って、動画見てました。今回のその動画を上げて、結構、私が思ってたコメント、意見っていうのとは違ったコメントがたくさんあって、でもそれを読んだ中で、確かにそういう見方ができるんだろうなっていうのはちょっと一つ勉強になったし、その伝え方の難しさとか言葉のチョイスの難しさっていうのを一個実感したなっていうのは正直ある。ただだから、その私が心の中で思ってた、その当時心の中で思ってたことと捉えられ方が違ってたから、そこの説明の仕方ってどううまくできたんだろうなとかっていうのもちょっといろいろ考えさせられたなっていうのは正直あるんだけど、でもやっぱり自分が伝えたいところって
まあだから下手くそだったからっていうのもあるけど、正直そこじゃなくて、なんかもっともっとあの違うところを本当は見てほしかったというか、もうちょっと考えてほしかったっていうのが正直あったから、だから今回もう一回ちゃんとお話しして出そうかなっていうのもあって、それをまたさ、一人で喋っちゃうと、多分また言葉のチョイスとかを間違えちゃうかもしれないからっていうのもあるし、なんか私寄りの人っていうか、ずっと健常者の時から一緒の友達とかとお話ししたら、うん、きっと全部私の方に寄っちゃうから、うんうんうん、なんかそれって正しい伝え方でもないのかなって思ったから、まあ改めて今回ね、そのまだ車椅子になって、うん、あんまり関わりがそこまで熱くないというか、回数を重ねてなかったその源ちゃんにお願いしようっていうのがありました。うん、まず結構コメントにたくさんいっぱいあったのが、うん、昇降機を使ってる時に、うん、私がその笑ってたと、うん、だからその頑張ってる駅員さんに対して失礼なんじゃないか、しかも終わった後にお礼も言ってなかったみたいな感じが、まあ、結構あって、うん、言い訳っぽくなったら嫌なんだけど、でも本当にそこの当時の心境としては、またその4段抱えてもらったらよかったのにっていう、その言い方とかもそうなんだけど、うん、で階段がね、うん、その昇降機で埋まってて、うん、で他に階段を使う人たちがいてて、ただ他にも遠回りすれば行ける階段があったから、みんなこうそこに駅員さんがこう誘導してる感じだったの、うんうん、そういう時にもう、うん、恥ずかしいというか、もう申し訳なさがすごいあったわけ。私一人のためにその階段を占領し、うんうん、もうスムーズにバーって行けば、最短でね、行けば、もうちょっとそういう気持ちはなかったのかもしれないけど、うん、もう4段上がるための結構大きい昇降機だったから、うん、それよりだったら友達もこう遠回りして、そのうち来るから、そのタイミングで持ってほしいなっていう思いがあったので、今までも担がれたことがないわけじゃなくて、女の子2人からね、両サイド持ってもらって持ち上げてもらったこともあったから、なんだろう、そういう、まあそれは確かに私の勝手なイメージだったけど、いけるんじゃないかなみたいなね。そう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 、友達も男友達だったから、なんか普通にいけるんじゃないかなって思ってたの。私はもう早くそこの階段を解放したいっていう思いしかなかったから、うん、時間をかけさせてる方が申し訳なかったなっていう感じだったわけよ。昇降機を使うことになったんだけど、うん、あたふたしてたのもあったから、見られてる感じもあるわけじゃん、他の人たちから。コメントとかにも書いてくれてた人いたけど、照れ隠しというかさ、うん、なんていうの、もう困りすぎて、まあ私のそれはもう性格知ってる人が見たら、まあそうなんだろうなっていうのはあるんだけど、うん、本当照れ隠しというか、もう困りすぎて、なんかもう笑うしかなかったんだよね、あの時が。で、お礼はさ、ちゃんとしてるしさ、なんだろう、助けてもらって当たり前ってなんか全然思ったことないし、本当にね、なんでもかんでもやってもらったらありがとうございますってちゃんと言うしさ、うんっていうの、だからそのまあ笑ってた理由としてはそうなんだけど、私が動画を投稿するときにその苦言みたいな感じで言ったから、うんうん、あざ笑ってるみたいな感じに捉えられてしまったのは、うんうんうん、まあそれはもう本当私の言い方とか伝え方が、あ、もうちょっとちゃんとしてたらよかったのかなっていうふうには思った。まあ伝え方のとこやね。伝えたかったのはやっぱり。私も辛かったっていうのはやっぱり冒頭にも言ってはったけども、うってなって、うん、なったって言ってはったけども、自分の中のこうどうしたらいいか分からへん気持ちっていうのが、うん、本当にもう笑ってしまう、早くこの時間を過ぎてくれみたいな感じで出てしまってね、けどまあそれが本当にそういうふうに、あの見てくださったみんなに伝わっていただいたらね、双方に残念よね、うん、見てくれてた人も伝えたかったまこちゃんも残念やったからね、うん、そう思うとこの永田町事件の動画をもう一回こう
意見って言い方もね、なんかいろいろ、うん、あの物議もかもしれないけども、うんうん、永田町で会ったことっていうことでね、うんうん、でもだからそういう部分はだからあったけど、ただその私が伝えたかったところの一つとして、うん、昇降機の使い方に不慣れなことっていうのがやっぱりどうなのかなっていうのが正直思った部分がその一個一つなの。あ、使うんだったらってこと？昇降機っていうものはあるわけで、うん、そこが管理してるものだから、うん、使うってなったらやっぱりちゃんと使えるようにしておかなきゃいけないんじゃないのかなって思ったし、うん、コメントの中でも結構多かったのが、普段使うことがないから、うん、使い方そんなすぐ簡単に分かるわけないというか、スムーズにできるわけないんじゃないかっていうコメントももらったんだよね。でも、うん、だからこそ普段訓練っていうかさ、うん、練習をしておくことが大切なんじゃないかなって思う。その練習がさ、分かんないよ、聞いてるわけじゃないから、どんくらいのペースでやってるか分からないけど、でも、うん、身につくほどにはやってないってことだよねって思っちゃうの。だって正直さ、うん、一番初めに上げてくれた昇降機のところの人はすごいめちゃくちゃスムーズだったの、うん、もう一つ上の人はまた別の人がやってたんだけど、ああそうなのよ、うん、そうだ、その人がちょっと戸惑ってたんだよね。そこに差が生まれたらダメなんじゃないかなって思う。え、わかんない、これ言ったらまたえって言われるのかわかんないけどさ、うんうん、その頑張ったからいいじゃん、頑張ってたのに、普段使えないのに頑張ってたじゃんっていうのも結構いただいたんだけど、あ、そういうコメントもあったのね。うん、うん、なんかすごい極論な話、消防隊員の人たちがね、普段起きない火事で起きた時しっかり消火できる、最短で消火できることができるように努力をしているわけじゃん、普段訓練として、うん、昇降機を使うのが仕事じゃないんだよみたいなことを言ってた人もいたけど、うん、いや、おいとしてはそれも仕事だと思うからだからなんかちゃんとその頑張ったからいいじゃんじゃなくて、そこにあるものだし、そこで使う人たち、うん、それを使って誘導する人たちがその人たちなのだったら、うん、たまに使うから使えないじゃなくて、たまに使っても使えるようにするっていうのがそうなんじゃないかなって思うんだよね。本当にそういうのがやっぱり整ってないと当たり前が保証されないってことだよね。うん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 、なるほどな、なるほど、けど本当にね、そこだけをこう保証するための人たちじゃないっていうのも確かに事実は事実だとは思うけども、うんうんうん、駅員さんがその設備を管理されているんだったらっていうところのやっぱり思いとしてね、うん、あの普段からあの使えるように動かし方っていうのをやっぱりこう周知徹底してほしいなっていう願いはあるんよね、そこはね、うんうん、今回みたいに私はもう一旅行者だから、うん、事前調べをしなかったらわからない、事前調べしなくて行く人だってそれは当たり前にいるわけであって、これからだってさ、パラリンピックあるってなった時に海外の人たちが 100% 調べられるか分かるかって言ったら多分そうじゃない、うんね、そこでなんかなんで調べなかったのっていう風な意見ももちろん出てくるやろうけど、うん、それだけでまとめきれるものでもない気はするかな、うん、僕らはやっぱりご飯食べに行く時に調べていくかな、どうやろうか、うん、あの階段とかそんな意識して全然通らへんしね、結構ねご意見の中でこうベビーカーで行く方とか高齢の方とね、うんうんうん、行くときはきちんと下調べはするものですって方ももちろんおられましたけど、うん、そういった、ね、方々っていうのはやっぱりいかにこう安全に安心してこう出かけるっていうのを気払っていかはるっていうとこ、それもねきちんとして意識として大事やけども、まこちゃんはほんまにご飯行こうぜぐらいのノリでしょ、うん、普段だそのエレベーターあるなしを調べてないわけでもないの。それこそご飯屋さん行くとき、ご飯お店のことだってめちゃくちゃ調べるし、うん、トイレ事情もなんなら電話して聞くしくらいの勢いで調べてはいるんだよ。ただもう一個だから言いたかった、永田町っていうその駅が東京に住んでない私からしてみたら国の中心なわけじゃん。中心があるというか、これ前その人が議員さんになってるわけで、で、そういう中にエレベーターがないなんて思ってないわけよ。
イメージだよね。そうそうそう。普通にだから東京駅を使うくらいの勢いと同じくらいだし、渋谷とか新宿とかを使うイメージと同じイメージで永田町駅を私は使ったんだよね。そしたらそこにあのエレベーターがなかった。そうそうそう。だからもっと。そう、なんでの、そう、だからもっと中野駅とかわかんないけど、うん、名前からしてみたらとかさ、あまり大きくない駅とかあるかなって調べるけど、ディズニーランドにミッキーがいるのが当たり前と思うくらいの感覚で、永田町駅にはエレベーターがあるだろうって思ったわけ。うんうんうん、でもその勘違い、下調べしてなかった。た方に落ち度があるっていう考え方は違うのかなっていうのも正直あるんだよね。やっぱさ、そのさっきも言ってくれてるけど、うん、歩いてる時、歩いてる人たち、うん、キャリーケースとかベビーカーとかじゃなくて、普通に普段歩いて、うん、どこどこのご飯屋さん行こうよとか、どこどこ行こうよって言ってる時に、エレベーターがあるかどうかなんか調べないじゃん。ね、うん、そうだね。うん、本当一人一人の当たり前の世界があるからね。そう、公共交通機関を使うにあたって駅から出れないっていう感覚に陥るはずがないわけよ。うん、歩けてたらね、そういうことさえもよぎらないと思うの。駅から出る方法で考えるなんて、うん。考えはしないじゃん。だって駅からは出れるもんだとみんな思うわけだから。うん、永田町に関わらずね、駅からは出れるものですよ。駅から出るのに1時間かかるなんて誰も思わないしさ、地上に上がることがこんなに難しいなんて、基本歩けてたら考えないわけでしょ。うん、まあ、私はまだまだ車椅子になってさ、2年経ってなくて、うん、だからその歩いてたことの当たり前のままで行動することはそりゃあるわけよ、うん、まだまだね、うん、それが当たり前だと思ってたから、うん、公共交通機関に不便を感じることがないということが当たり前だと思ってたから、うん、なのに車椅子になって下調べをしなかったせいで出れなくて、それに対してこういうことがあってちょっとあまりいい気持ちをしませんでしたっていうことに、言葉のチョイスが難しいけど、いやそれは下調べをするべきだし、エレベーターがある駅しか使うなよくらいの勢いとか、そんなにめんどくさがるんだったら外出するなよって言われることは、うん、正解なのだろうかと私は思っちゃうわけ。辛くてうっていう気持ちとともに、そういう思いを伝えてくれたんだよね。本当にそういう当たり前じゃない世界に今なってっていうのも、あの自分でも体感であると思うんだよ、まこちゃんも、うんうんうん、私は今までだと歩けてたから当たり前に駅から出れたから、だから当たり前じゃないから誰かに手伝ってもらってありがたいって気持ちももちろん持って最初にね、うん、あの言ってた通り、あの本当にありがとうございますって駅員さんにもお伝えしているし、本当にあの後ろでね、あの通れなくて申し訳ない皆さんにも待っていただいてありがとうございますの気持ちを持っているけども、うん、けど本当にそんな気持ちをありがとう、すみませんっていう気持ちまでをこういつまで持ち続けなきゃいけないんだろうっていうところで、だからやっぱ辛いんじゃないかなって。そこまで私駅から出れないことで辛かったんだって言っちゃダメなのっていう、そういう声が聞こえた気がする。こうずっともう車椅子に乗ってる人たちとかは下調べするのが当たり前ですっていうふうにコメントをしてくれて、そうしなきゃ確かに自分がしたいこと、うん、極論生きてはいけないことになるからしてるのかもしれないけど、うん、でもそこに慣れて結局エレベーターがあるところしか使わなくて、うん、エレベーターがないところはエレベーターがない、そこの駅だって、うん、だって普段誰も使わないし、エレベーターわざわざお金入れて作る意味あんのってなっちゃうわけじゃん。使わなかったらね。
エレベーターがないところには行かないでおこうとかね、うんうん、誰にも手伝ってもらえない場所やったらもう行けないのかなとか、そういう選択がやっぱり狭くなってしまうのは行く場所、結構行動早いからね、まこちゃんね、うん、そこをさ、なんか疑問視しなくなることは違うんじゃないかなって思っちゃうの、その声を上げないというかさ、うんうん、何も変わらなくなっちゃうわけじゃん。だから私はずっとね、YouTube とかを通して障害があっても同じ人だし同じ人の権利があるっていうことをずっと伝えてるんだけど、うん、あ、急にかっこいい。いやでも本当に同じ人なわけよ。なんだろう、耳が聞こえない、目が見えない、歩けない、でも同じ人だから、うん、同じように、まあ、せめてもね、その個人店はまあまあ分かんないけど、公共交通機関とかをみんなと同じように使えることが当たり前なんじゃないかなって思うわけよ、うん、当たり前の生活というか、うん、当たり前にどこかに出かけるとかね、本当に当たり前に人に会う、うんうんうん、そういう一般的な生活の当たり前もあれば、うん、それこそ本当にそういう下調べするのが当たり前でしょの当たり前とか、うん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 、なんかそういう当たり前を疑問視する部分と、なんか本当に当たり前にあってほしいものっていうのを共存って難しいよね、本当に、うん、いろんな、うん、その一人一人のヘビーカーを押す人の当たり前もあれば、うん、高齢者の方の当たり前もあって、歩ける人の当たり前もあるしね、もちろん、うんうんうん、車椅子の人の当たり前もあるし、それが全部フラットになってほしくないけど、まあ根っこは全部人間みたいなとこかな、さっきは、うん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 、2歳の頃から車椅子の子とこう対談っていうか話するタイミングがあったんだけど、うん、やっぱりその子ももう2歳からだから、まあ、そういうもんだと思っていけないことに疑問は持つけど、でも車椅子だからそういうもんだと思って過ごしてるみたいな感じだったの。うん。だからもう一応心の中ではきっと疑問視をするんだろうけど、ただ当たり前だっていうふうに変えてあげないと当の本人たちはしんどいわけよ。もうできないことがいっぱいあるから。うん。だからそれをね、それを当たり前にしていいのかって思うよ。その、確かにいろんな人の当たり前があるけどさ、うん、我慢とか諦めを当たり前にはしてほしくないわけですよ。やっぱり別に何の代表でもないし、そんな何か変える力があるわけでもないけど、だから本当に駅に関してはさ、例えばエレベーターがあって、うん、一応改札を出ましたと。行きたいお店の最寄りが A 口でした。でも全部階段エスカレーターしかないから、エレベーターである出口は D でしたとかって出てきたかもすごいあるの。その D が真反対だったりする率がめちゃくちゃ多くてだからいつもさ、友達とかと一緒ご飯行くときとかも、友達にはもう先に A 行って待っててっていうくらいなわけよ。でも申し訳ないじゃん、そんなわざわざさ、その人は歩かなくてすぐ目の前のお店に行けるのにさ、うんうん、わざわざおいに付き合わせて D まで行って遠回りして歩いて帰るときまた D まで行って、うん、っていうような感じになるわけよね、うん。最初に言ってたので、後ろで待たしてる人に対しての申し訳なさに近いものも友達にも感じてることがあるってことよね。うん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 、うん、まあそこまで確かにこの前の動画では伝えられてなかったのは自分の落ち度でもあるからあれなんでも本当にそういう感じでさ、私はまず公共交通機関であるのであれば、やっぱり当たり前にどんな人でも使える形であってほしいし、ましてや、だからその永田町っていう場所、わからない。でも、まあ、その時はエレベーター工事中だったからさ、今はできてるかもしれないけど、でもその他もろもろこう、ちょっと、なかったらなかったで、昇降機とかをつけてほしいし、うん、昇降機のその使い方っていうのも、駅員さんがこうしっかり、いつでも
スムーズに使えるようにしてほしいなっていうふうに思ったし、なんか思った最後の4段が特に辛かったんだろうね。最後の4段、そうだね、抱える抱えない問題、腰やられるでしょ問題があったから、うん、難しいね。けんちゃんとね、その初めて会った時に、うん、そうそう、うん、そう、山形の方で講演会の手伝いかなで行った時に、うんうん、その懇親会で会ったのよね。でそこに参加してて、お時間2時間に行かないんですかって声かけたのがきっかけやね、うん、しかもその二次会会場もそういえばさ、エレベーターあるよって言って、エレベーター、そう、動かなかったね、動かなくて、うん、こういう屈曲型の結構な段数がある2階だったんだけど、それこそでも皆さん初めましてだったから、私は本当にそんな、いや、こんな階段上がってもらうのはすごい申し訳ないですっていう話をしたんだけど、うん、いや、いいよいいよって言って、みんなでよこしてよこしてと抱えていただいて、うん、登って、まあ、普通にね、終わって帰りも下ろしてもらってっていう感じ。そう、で、でも、その駅前で飲んでたんだけど、裏に私がそうホテルを取ってて、その時その講演会会場が駅裏だったから、うん、みんなで駅前に移動しようっていう時に、はいはい、駅の中を通るってなって、その駅の中通る時に地上からまずエレベーターに乗って、うん、駅の構内、うん、そうバーって突っ切って、でエレベーターで降りました。で、うん、2時で帰りますってなった時に、源ちゃんがじゃあホテルまで送りますってなって、うん、送るって話になったのね、うん、そうで、来た時と同じルートを取って帰ろうって思ったら、うん、エレベーターが止まってたんだよね、押しても押しても反応しなくてでも駅の構内は空いてるんだよね、だから階段かエスカレーターでは行けたんだよ、うんうん、どうしよう、でも本当に真反対なんだけど、うん、ちょっとぐるーっと回らないと駅裏には行けなくて、そうそう、うんうん、で、あの時僕はこうタクシーかなみたいなことさらっと言ってたけど、後々聞いたらそんなにタクシーってそんなに乗り慣れてないんよね。タクシー乗り場で拾うかホテルでお願いして乗るっていう時はあるけど、うん、駅裏に行くためだけに私はタクシーを使うのが申し訳なかったの。ワンメーターね、うん、車だったら本当でも まあ、1メーター以内だと思うから、うんうん、なんかそれも申し訳なくて、ゆっくり漕いで帰るよっていう感じだったんだけど、一、うん、個唯一行く方がね、あの、ね、地下道を通ったら、そう、そう、結構えぐめの地下道だったじゃん。結構、うん、うん、あった、そう、あった。自転車を押すところの平らなところで行けるかなとかやってたけど、ちょっと狭くて難しかったんだよね、確か。で、そしたらでも、源ちゃんが、うん、あの、いや、もう人を呼ぼうみたいな感じになって、うん、いやいや、誰も歩いてないし、やばかったのに、ね。大丈夫、大丈夫、源ちゃん声大きいからとか言ってね。そうそうそう、だから私はもういいって言ってたのにさ、いけるいけるみたいな感じになって、うん、手伝ってくださいやったんだよね。通る人通る人にさ、お願いしてくれてたじゃん、あの、一緒に運んでくれませんかみたいな、うん、男性の方3人集まってくれたね、みんな深夜2時で酒飲んでるのに大丈夫かみたいな感じだったけど、それでは、うん、40代後半から50代ぐらいの方かな、うん、それで本当に結構な段数を男性4人で抱えてもらって、うん、降りて、うん、今度また上げることになるじゃんって思ったけど、反対側の方は自転車のスロープがちょっとギリギリ大丈夫だったから、自転車のスロープのところでめっちゃ後ろをしてもらって、無事駅裏に着いたっていうのが確かにあったんだよね。そう、でも私その時本当にすごい感動してさ、そうだったんや。いやでも本当にだから、そう、なんでこの人はこんなに積極的に人に助けを求められるんだろうとかさ。ああ、うん。だって絶対不審者に思われるわけじゃん、深夜2時さ、目の前でさ、すごい遠くの交差点にいる人にさ、すいませんすいませんってさ、近寄ることもなく、その位置からすげえ大きい声で言う。
で、なもうなんか、で、山形の田舎の人からしてみたら、マジ何事みたいな。目の前に交番もあるのにすごい言っててさ。大阪の男です。でもこれって、でもそういうふうに自分から助けを求めることって大切なんだなって思ったし、まこちゃん、自分から手伝っていただけますかっていうのを、あんましないの？本当に無理だなっていうときは、お願いしたときとかあるし、お願いできるような性格になろうって思って、うん、正直なんか頑張ればできるかもしれないけどっていうところを、でも人にお願いするっていう心というかさ、そういう勇気を持とうって思って、うん、あ、そこも勇気だもんね、うん、そう、声をかけるっていう練習で、東京とかだと段差越えるときとかは、うん、あとちょっと急だなって思うスロープとかはお願いしたこともある、うんうんうん、地元とかだったら、まあ、車だからそんなないけど、買い物に行った時に高いもの取れないところとかはお願いするっていうのとかはあるくらいだけど、なんか今回はレベルが高かったからなかなかすげえなって思ったけど、全部終わった後にその山形の僕たちが手伝わなきゃいけないのにすみませんって言ってね、ごめんなさいって言ってはったね、うん、ある意味元ちゃんがうっとなった。手伝ってくれた人がごめんなさいっていうのがやっぱり辛かった、うん、聞くのが、うん、まこちゃんはなんか違う捉え方なんでしょう、あれ。そうそう、おいはその人たちの一人が言ってくれたのが、なんかこういう体験をできてすごい良かった、うん、元ちゃんが声かけて、うんうん、こういうことに呼んでくれなかったらエレベーターが止まってね、うんうん、裏に行けないっていう事実を知ることもなかったし、確かにこういうところで不便だなっていうのを感じることを知ることができなかったから、手助けさせてもらってありがとうございますっていうふうに逆に言われたのが私はすごい印象的で、なんかこっちがね助けてもらったのにさったのに、まあ、も申し訳ないっていう気持ちよりは正直理解してくれる人が増えてよかったなっていうのがちょっと正直大きかった。あ、うんうん、うんうんうん、今回の永田町に関するこの YouTube を出すのってすごい勇気だったと思う、うん、そういう意味では、うん、みんなが怖い怖いと思いながらもやっぱり伝え方っていうのはやっぱ難しくても、どんな形でも発信はねしないと繰り返しになるけどさ、当たり前のことができなくなっていくっていうのはやっぱりね、できないことを当たり前にはしたくないね。うん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 、今回の動画で伝わってくれるかな大丈夫だったかな、チョイスとか発信して伝えるのって難しいなっていうのをすごく反省して、うん、大阪の人間巻き込んでねそれでもう一回発信しようと思ったわけやんかうんうん、うん、すごく胸張っていいことやし、コメントにはあげれなくても、あ、こういうふうにして私たちの当たり前を考えてくれてる人がいるんだっていうのはすごく勇気になってると思う。ありがとうございます。存在が。そう、改めて伝えたかったことはお話できたんじゃないかなと思います。うん、ありがとう。本当にこういう機会をいただけて、僕自身もすごく嬉しいです。うん、じゃあはい、今日はありがとうございました。はい、どうも。またこれからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ほなねー。